マシヌコプチ一プチッと一人前。ついにできたぜ、仮のお店。かっこいいぜ。フォルムがかっこいいんだよな。椅子の上に器用に乗るトド、なんだよスタッフさん、脅かそうと思ったのに。今日出かけないのかよ。2時間も待ったのに。出かけないなら出かけないって言ってほしいよね。そういうの言わないもんな。チャイが桃の代わりにこの箱の中に入るというドッキリ。あしゅすっぽり。ああ反応が楽しみ。もしかして気づかれずにそのまま食べられちゃうかも。床の目を計算すると、あそこの扉までは余裕できる計算になるな。よし、いける。余裕で扉まで手が届くぞ。よし、行くぞ。全然届かないよ。なんてことだ、狼に狩り食べられてしまうよ。痛くない。ギリギリ食べられなかったんだ。食べられたという遊び。まずいただきます。またすみません、誰かいますか。ジェイちゃん、狩りが行かないとダメ。そりゃ男の子だから、音が出る原因見つけてきて。よし、行くぞ。なんでジャンプしたの。なんだこれは。なんだこれは、ゴムみたいだな。ゴムだな。メロン、見て、すごくない。見てこのポーズ、すごくない。今日も一日張り切っていきましょう。いいねしてくれると彼たちの励みになります。チャンネル登録してくれるとテンションが上がります。前回このプチシリーズ人気だったから、またやってみてよ。カリンちゃん、こういうのはたまにやるからいいんじゃないの。よくわからないからさ、コメントよろしくだよ。